思い出の罪プラレ流衆。バンダイ、550分の1スケール。宇宙戦士バルディオス。ネットにおいて、異様な知名度を誇る G さんのキャラクターが存在する。構成ソウルの第1惑星、S1 星の皇帝、トリノミアス3世。どこの誰かは知らないけども、双葉で、夜の12時を回ってもよもすえな討論を繰り返してると、板にいる誰かが、もう寝なさいと書き込んだ、トリノミアス3世の画像を投稿するのが由緒正しい習わしなのだと人の言う。かつて、スーパーロボット対戦 Z にバルディオスの参戦が決まった際には、プロデューサーの寺田氏が、トリノミアス3世の出番はありますと明言して一部のネット民を沸かせ、その存在は、伝説になったという。宇宙戦士バルディオスとは、1980年6月から、1981年1月まで全31話が放送された、アシプロダクション、国際映画社共同制作のロボットアニメなのでおます。アシプロダクションが関わったロボットアニメとしては、マシーンブラスター、キンガイザーに続く3作目の作品。国際映画社としては、初となるロボットアニメだったのでございます。そうだ、その通り。実に、伝説巨人イデオンと同時期の放送であるだけでなく、ほぼ同時期に打ち切りに遭い、放送後のミラクルによって劇場版が作られるなど、似たような経緯をたどった作品として、アニメファンの記憶に残る作品なのだよ皆の衆。ざっくりとしたストーリーは、マリンの故郷である S1 星は放射能に汚染され、地上では生活のできない星と化していたんだと。軍部を牛耳るガットラーは、居住可能な惑星を侵略して移民しようと企み、アフロディアに命じて、皇帝、トリノミアス3世を暗殺、反対意見を持っていたマリンの父をも殺害し、クーデターを起こすのですよ。父をガットラーに殺され、皇帝暗殺の濡れ衣まで着せられた青年、マリン・レイガンは、父が残した空間戦闘機、パルサバーンでガットラーに戦いを挑むものの、空間要塞アルゴルのワープに巻き込まれ、西暦2100年の地球へと飛ばされてしまうのですよ。参ったね。マリンは、父から聞かされていた美しい自然を目の当たりにして感動しきり、マリンと同じく西暦2100年の太陽系に流れ着き、地球に来襲したアルデバロン軍を退けるも、地球人からは侵略者の仲間としてスパイ扱いされ、また、かつての同胞からは裏切り者扱いされながらも、侵略の魔の手から美しい地球を守るため、地球の技術で改造されたパルサバーンと地球のメカが合体した巨大ロボット、バルディオスで戦い続けるのだけどもね。やがて、地球が過去の S1 星なのだと気づき、人類が、恐るべきタイムパラドックスの渦中にいることを知るというストーリーだったのでございます。そうだっけ？ちなみに、当時からマリンの名前は、マリン・レイガンと、マリン・レイガンの2種類がメディアで使われていたので、今でもレイガンと伸ばして言う人がいるのよ、わけわかめ。でもって、マリンの故郷を S1 星とか呼んでるけども、読み方を忘れちまったもんで、適当言ってるので間違えてたらごめんして。そうかそうか、よかったね。バルディオスは、ニューパルサバーンと、バルディプライズ、キャタレンジャーの3機のメカが合体して完成する巨大ロボットなんどすえ。全高は100メートルで、重量は900トン。大気圏内ではマッハ25、宇宙空間では高速の 30% で飛行が可能な上、亜空間航法により、超高速での高性間航行すら可能というチート仕様。ストーリーの序盤では、地球側では唯一となる、亜空間への突入、及び帰還が可能なメカニズム。すなわち、アルデバロン軍に対して、唯一、有効な戦力だったのは当然しかり。合体と亜空間突入はマリンの操縦が不可欠であるため、スパイ扱いされながらもマリンがメインパイロットを務め、そのアシストを、オリバーとライタが担当する形式だったんだい。よく、その頭部とトリコロールカラーから、ガンダムのパチモンじゃねえかと言われるのだけどさにあらず、デザインを担当した佐藤原子にしろ、その点に関しては否定しており、兜のような衣装だったとか、おもちゃの金型の都合だとか、作画漫画勘違いしたとかいろいろなお説があるものの、設定をよく見や、口のあたりしか似ていないのは確かやね。バルディオスの企画段階では、機動戦士ガンダムは一部のアニメファンが騒いでいたくらいで、ガンプラブームや映画化でブレイクする前の話だよん。当然ながら、スポンサーサイドから見れば、打ち切りに終わったクソアニメという認識だったのは間違いなく、そんなアニメの主役メカを、好き好んで真似するわけがないざんす。ですよねー。でもね、まあ、なんだ。テレビ版は作画がひどかったもんで、当時もガンダムと似てるなどとは思えなかったもんざいもん。しかし、後の半券イラストでは、ガンダムに寄せている感じが半端ない上、機体色も今でいうところのティターンズカラー、胸のエンブレムも、ガンダムバルバトスにそっくりだもんで、若い衆ならガンダムのパチモンと思うかもしれん、かもしれん。いずれにしても、当時の扱いは大きくなく、放送局も少ない上に、作画がひでえもんでアニメ誌の紙面獲得も望めず、メインスポンサーの、野村遠いから出ていた問いはそこそこ売れていたというけども、経営悪化で打ち切りが決定。それでも、
広告代理店の尽力によって1ヶ月ほど放送期間が延長されて、31話で完となったわけですな。実に、この時点で完成してはいたものの、放送されなかったフィルムが3話分ありまして、昨今の DVD には収録しているので視聴した方も多かろう。全く救われない、衝撃的な最終話の反響は大きく、アシプロには放送終了直後から問い合わせが殺到し、完全版の放送を求める署名活動やファンの集会、自主上映会の開催、誰がこんなもん作ろうと言い出したんだと、アシプロのスタッフがぼやいたと伝わる、アシプロ金星、バルディオス豪華本の発売などの世も末な狂乱が続いた後、不意に、劇場版の話が降って湧いたのでしたとさ。劇場版は、スタッフとキャストの多くが変更され、マリンとアフロディアの愛憎劇に比重が置かれ、バルディオスの出番は少なめな印象。この事態に困惑するファンも多かったものなのだけど、テレビ版の大幅なリテイクを加えたダイジェストに、新作カットで簡略化したストーリーを展開した内容は、後に多用される両作画の出どころだけに、喝采を送ったファンも多かったものだよ、こんちくしょう。その裏で、打ち切りの噂がアシプロ内で立った際には、作画が無駄になることが分かっていても、他に仕事がないので仕事を続けるしかなかったという、当時の台所事情が痛いほどわかるぶっちゃけ話が、ムックなどでは語られておりますな。っていうか、当時のアニメムックのスタッフのコメントは、仕事のぼやきがほとんどで、ロマンもヘッタクレも怪しねえ。ところがギッチョン、このバルディオスの映画化によって、これまで共同制作が多かったアシプロの流れが変わったのだよ、わけわからん。明日を救え、バルディオス。いやさ、アシプロを救え、バルディオス。などと、当時のファンが歌ったと今に伝わっているのでござりましょう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1981年12月、劇場版宇宙戦士バルディオスの公開にあたり、バンダイさんも、300円の箱スケールキットと、豪華仕様の大型キットという、当時の定番携帯でマスコミシリーズのプラモデルをリリース。あっさりした構造ながら、堅実な出来の良作と評され、特に、ランナーごとに色分けされたパーツは好評を博した。ガンプラブーム当時としては、ガンプラを買えなかったこの代替品として、優先度が高いキットだったという。キットの値段は1000円ぽっきり、記憶正しい再販版のキットだよん。ちなみに、初回発売は1981年12月、値段は700円だったと思う今日この頃。劇場版宇宙戦士バルディオスの公開に合わせて発売されたキットは、箱絵の画像が多いほか、映画化記念のシールが貼ってあったもんちっち。すなわち、テレビ版の放送時にはキットを出さなかったバンダイさんが、劇場版が公開されるなら売れるだろうと踏んで制作したキットなのでございます。信じる者は、バカを見るー。当時としては、まさに、ガンプラブームの真っ只中、ガンプラが買えず、泣き寝入りしていたが近所が続出していた時期ですな。ガンプラのパチモンが競合他社から多数出ている状況下で、バンダイ印のバルディオスは、最高の代替品だったのは当然なのだけれどもね。こんなもん作るくらいならガンプラの方を増産しろという、もっともない件も先達が交わしていたものでございやす。ちなみに、テレビ版の放送当時は、メインスポンサーの野村とおいさんからキットが出ていたのですよ。まあ素敵。こいつは、パルサバーンに変形可能というのだけども、出回った数が少ないらしく、すんげープレミアがついてる貴重品。でもまあ、バンダイさんの再販版が今でも1000円くらいで買えるので、かなりのマニアでもなければ手を出さないのよ。あいたたたー。キットは、バルディオスに加え、パルサバーン、バルディプライズ、キャタレンジャーのミニモデルや、アニメ本編で使用されなかった武器も付属するなど、盛りだくさんの内容。メインのバルディオスは、ブルー、レッド、イエローの3色でランナーが成形され、当時としては、かなりアニメ本編のイメージに近い仕上がりになるのが素敵、素敵すぎ。関節構造はガンプラの影響が多分に見受けられ、上方向にスイング可能な肩関節や、肘の二重関節、股間のスイング可能な股関節、はたまた、頭部と首が別パーツ化され、首にはボールジョイントが実装されるなど、当時としても、画期的な可動ギミックを実装しているキットなのだよ初見さん。だが、しかーし、どれもこれもが、走行が邪魔してろくに動かないパチーン。まあ、昨今のキットみてえに、可動のために干渉する走行を切り替えたり、各部を補足したりとかしない、まっさらな状態ですからに。しかも、頭部のアンテナが細くて壊れやすく、動画で使用したキットなんかも、あちこちたらい回しにされた結果、衝撃でアンテナが壊れたんじゃねえかと思いやす。その他、脚部にある、バルディミサイルの発射口の内側の留め具が小さくて脆く、すぐ壊れちまうのが意味不。肘の関節などは、当時のガンプラでも少なかった二重関節なのだけど、この部分を前後間違えて組んでしまうという、おまぬけなが近所が多数存在したのだと現在に伝わっておりますな。思い返そうそうしあう。
当時は、組み立て説明書も見ずにプラモデルを組む、雑なが近所が多数存在しておりまして、この手の関節部分を前後間違えて組んでしまい、分かった時には接着剤が固まっており、仕方ねえんで、マイナスドライバーとかを合わせ目にぶち込んで、無理やりパーツを引き剥がし、正しい位置に付け替えたのはいいけども、後が汚くなってしまって、発狂した挙句的当ての具にしたりしたそうな。何それ怖い。武器は、パルサーベル、レーザーボーガン、バルディガード、ショルダーキャノンにバルディミサイルがついてるよん。ハンドパーツは、拳状の持ち手が両手分と、左の平手が付属。パルサーベルとレーザーボーガンが右手に対応し、バルディガードは左手に対応。ショルダーキャノンは両肩分2機付属し、基部が稼働する優れもの。しかも、カバーと差し替えで使う仕様なのが嬉しいね。バルディミサイルは、ミサイルのみ4個付属、ミサイル発射口がスライドしても、収納などできはしないので念のため。やはり、知名度が低かったせいもあってか、中古市場には再販版が今でも多数流通している状況、スーパーロボット対戦 Z に登場した後も、あんまし値段は変わっておらず、1000円くらいで買えちまうもんで、中古屋とかに行けば、すぐに見つかるんじゃないかしらん。前述の通り、ガンプラが買えずに、仕方なくこのキットを買ったというが近所も多かったご時世。初めて買ったガンプラがこれでしたと、マジで言ってるやつもいたものなのでござんすよ、はい。まあ、ガンプラじゃないけどな。次回のキットは、これだ。